すごいね。こんな発展してんだね。なんか草原が広がってるようなイメージがあったんだけどさ、こんな近代化しちゃって、だいたい7、8年の間で何があったんでしょうかね。ソウリューシティ、シャガとアイリス。さあやりましょう。前回はこの橋を渡りました。それだけです。無駄に時間かかっちゃいましたね。お、誰あんた。ピッチャー第9投げましてー。なんだ、野球カポだか。お、ワダマシン56投げつける、ゲットだぜ。ありがとうございます。なんじゃそりゃいらんものを投げつけんじゃねえわ。今投げつけたのはワダマシン56投げつけるだ。道具を投げて相手にダメージを与える。しかも投げる道具によってダメージが変わるんだよ。いらないものを投げればいいんだね。うんことかそういうこと言っちゃダメ。うわ、ヤクザがいるわ。めっちゃヤクザもんね。やば。治安悪すぎ、オブン。マジぶつかったらどうなるか分かってるよね。あれ？え、これだけ？え？え？それ、え？ぶつかった今。え？あれ？それ、ソーリーチームこんなちっちゃいの？あら！建物これしかないじゃん。これ何？おう！デパート。ちまち。あ、違かった。違うことしちゃった。すいません。ショッピングモール。R9 に。はい。9番通りになるから。R9 なんですよ。R9 と覚えてくださいね。絶対そういう覚え方はしないわ。デパートから見に行こう。ちまち。待って待って。何売ってんの？普通のものしか売ってないじゃん。何ポケじゃらしって。へえ。まあいいや、どうでも。そういうのつかなくても、私のことから恐れをなして逃げるだろう。見て見て。いろいろあるね。マスターボール売ってるかな？大好きメールだって。いろいろあるね。タイマーボール。タイマーボール。ちょっと買ってみようかな。あ、間違えた！あぶね、11個も買うところだった。そんなん買わねえよ。クイックボール。クイックボールか。ダークボール。ああ、これ誰かがもやってたな。野生のポケモンが。ハイパーボールどんぐらい ?18 個あるか。じゃあいっか。技マシンとか買いたいな。なんか強いのないかな。破壊光線とか。タウリン。ああ、こういう系？基礎力アップはね、便利だけど、今はいいや。使わなくても勝てるし。ああ、こういうの全く使わないんだよね。使う理由がわからない。これ何？コインロッカー？あ、違う、自販機だ。あ、なんか違う、買っちゃった。うん、まあいいよ。あとなんかないかな、ここ。お、わざましいね、いいね、クイミシュー。お、破壊光線やってる、たっか！たっか！え？だって新王とか第4世代の時さ、それの01個消えたぐらいの価格じゃなかったっけ ?9000円ぐらいじゃなかったっけ、たっか。なにこれ、治安が、え、どういうことぼったくり、まあ、ヤクザがいるからぼったくってんのかな。え、そういうことマジ何ギガインパクトってなんだっけ。ああ、水系か。へえ。よくわかんないね。っていうか、なんでわざわざ2個しか売ってねえのよ。ここ何？あ、ボールじゃん。ポイントアップ！ゲットだぜ！取っちゃっていいのかな？まあいいわ。まあいっか。じゃあ、言っちゃダメ。この世代のポケモンじゃないから言っちゃダメ。じゃあ、こっち、あ、こっちはないんだ。まあいいじゃあいいや。行きましょう。なんだここ、総流ジム行きなさいとか言われたくせに。ジムなんてないし、なんだったんでしょうかね。こっち何？ん？あら、え？おお、ここソーリスティ、あら、あれおかしいな。私がさっき見てたら何？幻？幻！そういうのいいから。いや、お待たせしました。おお、ポペラか、こちらだ。何やって、あ！またなんか演説やってるよ。嘘つき芸術ね。
みんなをたぶらかそうと必死にね、弁舌を振るっておる。あ、さっきまでさ、橋のところでさ、語ってたくせにね、あの人割と忙しいんだね。そうなのです。我らが王、N 様は伝説のポケモンと力を合わせ、新しい理想の国を作ろうとなさっています。これこそ一種に伝わる英雄の建国伝説の再現。ポケモンは人間とは異なり、未知の可能性を秘めた生き物なのです。我々が学ぶべきところを数多く持つ存在なのです。その素晴らしさを認め、我々の支配から解放すべき存在なのです。我々プラズマ団と共に新しい国を、ポケモンも人も皆が自由になれる新しい国を作るため、皆さんポケモンを解き放ってくださいというところで、私ゲーチスの話を終わらせていただきます。ご清聴感謝いたします。ほんと嘘つきゲーチスはさっきと言ってることが全然ちゃうやん。あとどうでもいいけどさ、今ものすごい鼻水が止まらない。ちょっと失礼しますね。そうか、わしらはポケモンを苦しめていたのか。プラズマ団の言う通り、ポケモン竹鼻とうか。残念、ポケモンがいないって言ったら見せかけてダメになって。洗脳って恐ろしいね。なんなのよ、今のおかしな、おかしいじゃん。この一種はポケモンと人が力を合わせ作り上げた。ポケモンが人との関係を望まぬというのであれば、自ら我々の元から去る。たとえモンスターボールといえど、気持ちまで縛ることはできぬ。行こうか、ポピュラ。久しいな、アイリスにシャガよ。あ、懐かしいね。あ、アリクのおじいちゃんに、あの時のお兄ちゃん。どうした？ポケモンリーグを離れ各地を彷徨うチャンピオンが一体何のようだ。あんまりひどい言いようですね。ズバリ、伝説のドラゴンポケモンのことを教えてくれー。ゼクロムのこと？それともニシノム？どうしたのいきなり。先ほどの演説でゲイツなるうさんくさい男が言っていたな。 N という人物がゼクロム復活させたと。ういやお、その N というトレーナーがここにいるポプーラに抜擢のドラゴンポケモンを探せと言ったらしいのでな。下世のな。自分の信念のため2匹のドラゴンポケモンをあえて戦わせるつもりか。その N とやらは？え？ドラゴンポケモンたちはもう仲良しなんだよ。あ、そうなの？そうだよな、アリス。ポケモンを戦わせるのはトレーナー同士。そしてトレーナーとポケモンが理解し合うためだよ。じゃあもう、じゃあ喧嘩してももう仲直りしたんだね、ちゃんと。そのゼクレムとレシラムっていうのは。さてと、わしはポケモンリーグに向かう。いや、この場合は戻るというべきかな。もちろん N に勝つ。トレーナーとポケモンが仲良く暮らしている今の世界の素晴らしさを奴に教えてやるのだ。そしてポプラ、チャンピオンとしてお前さんを待つとしよう。だから総流のジムバッジ手に入れてリーグに来い。もっとも総流のジムリーダーは手作りと。じゃあな、頼んだぞ、シャガアイリス。頑張ってね、メラメライオン。妖怪学園でも登場するね。どうでもいい。ああ、おじいちゃんいっちゃったな。大丈夫かな、なんだか怖い顔してたけど。アイリス心配ないよ。彼は一種で一番強いポケモントレーナーだからね。さてポピュラと言ったか、私の家に来なさい。アデクの言う通り、伝説のドラゴンポケモンについて教えられることをしよう。あ、お願いします。アリスへ案内してやんなきゃな。ゼクロムとレシラムの話、私たちが教えてあげる。そういうなら案内できるし、こっちだよ。すごいね、こんな発展してんだね。なんか草原が広がってるようなイメージがあったんだけどさ、こんな近代化しちゃって、だいたい7、8年の間で何があったんでしょうかね。ちょっとアニメのことと混ぜてみました。でも7、8年でこんなことになったらマジでやばいから。あつねよ。イメージ崩壊するね。あ、なんかギタリストがいいんじゃん。何してんの？このメロディーに込めた僕たちの希望、未来に届けるんだ。無理。行きましょう。めっちゃ喜んでるじゃん。もうすぐだよ。めっちゃ近いじゃん。歩いて数分じゃん。行かないよ。もうすごいところに住んでますね、ほんと。どうしてこんな近未来化しちゃったんですかね。
アニメの方が良かったよ。では話そう。君が持っているのはライトストーンだな。ライトストーンから目覚めるだろうレシラム。すでに目覚めたゼクロムは、もともと一匹のポケモンだった。あ、そうなの？その一匹のドラゴンポケモンは、双子の英雄と共に新しく国を作り、人とポケモン幸せな日々を過ごしていたんだ。だがある日のこと、双子の英雄は真実を求める兄と理想を求める弟に分かれ、どちらが正しいか決めるべく争いを始めた。双子と共に歩んできた一匹のドラゴンは、その体を二つに分かち、それぞれの味方をした。理想を求め、新たなる希望の世界に導く黒きポケ、ドラゴン。その名もゼクロム。そしてもう一匹、真実を求め、新たなる善の世界に導き、白きドラゴン。その名もレシラム。意気はもともと同一の存在ゆえ、争いは激しくなるばかり。どちらが勝つとも言えず、ただただ疲れ果てていった。双子の英雄もこの争いはどちらかだけが正しいのではない。そう言って争いを収めた。なのになのに、英雄の息子たちがまた争いを始めちゃってね。ゼクロムとレシラム、稲妻と炎で一瞬を一瞬で滅ぼし、姿を消しちゃったって。だけどね、人がポケモンとの付き合い方を間違えなければ、世界滅ぼしたりしないよ。だってゼクロムもレシラムみんなのために頑張って、新しい国を作ったんだもん。だから、確かにポケモンを、ものを言わぬ。それゆえ人がポケモンに勝手な思いを重ね、辛い思いさせるかもしれん。だがそれまでだもん。我々ポケモンと人はお互いを信じ必要とし、これからも生きていく。そうなの。だからね、ポケモンと私たちを別れさせようとするプラズマ団なんか絶対許さないんだから。すまない、最後話が逸れてしまったが、私たちが知ってることは以上だ。残念ながら伝説のドラゴンポケモンを目覚めさせる方法はわからぬ。そっか。さて、アデクトの約束だったね。君は総流ポケモンジムのジムバッジを手に入れなければならない。では、ポプラ。ポケモンジムにて君の挑戦を待つ。私も楽しみにしてます。アリスちゃんは、ポケモンも人とみんな仲良しにいいんだよね。なるほどね。じゃあ、別れる前のポケモンは一体何のポケモンだったんでしょうかね。お前とかそれは絶対ないか。そんなんだったらもうやだ、この実況シリーズ終わるわ。じゃあ回復しましょうか。レベル足りるかしら。ちょっと心配ですね。回復アイテムとかあるんで、このままいっちゃいましょうか。で、本日はここで終わります。次回からはジム戦いきます。ありがとうございました。見て見てプチチこっち見てほしい、見ててくれたらドキドキハッピー。見て見てムダダダダ見てほしい、見ててくれたらハリハリキリリ。